はい、どうもこんばんは、達也です。バックトゥーベッド5回目ですね。はい、5回目やっていきたいと思います。前回4回目の、ラストのステージがどうしても分かんなくて止まっております。なので今日はそこからやっていきますが、クリアできるかな。これどれだ最後。これか、14。はい、とりあえず行ってみましょう。そうです、ここです。ここなんです、ここなんですよ。これがよくわかんないですね。もしかしてこういう、あ、やっぱりか。なんかやっぱりちょっと時間を置いて頭冷やすとできるもんですね。でもこれじゃあどこに置くの？よかった。よかった。ここ？え？何？でも。どうするの、このさかなクン。さかなクン、ここ、ああ、危ない危ない。まっすぐ、ポブさん、まっすぐ行っちゃう？ここ。あ、ここ行けないよね。じゃあどうする？どうしちゃうのこれ。ん？あ、なんだここ、あ、こうなってるんだ。難しい錯覚だね本当に。ここ、あのリンゴ置いてある高さと同じだと思ってた。だってここ高いもん。なのにここつながってるもん。あー難しい。あー難しい。じゃあボブさんはこうして、あっちに行ってもらう。あ、間違えたね。いやー、そうか、そうだったか。いや、ちょっと、うん、まあいいや。ここで王さん、ここで一回下行ってもらって、はいはい、どうぞ。で、ここで回って、こっちがここで回っていただいて、ここで回っていただいて、え、違うな、ここだな、ここでしょ。で、あ、ちょっとこう、違うな、こうしても意味ないよね。あれ、ボブさん落ちてきて回って、あ、すぐにここに置かないといけない。ということは、ここでいいな。ここに置いて、難しくなってきたね。こうしてこうでしょ。で、こうでしょ。
でこうでしょ。でどうしよう、これじゃダメか、これでいいか。はい、ちょっと待って、うん、難しいな。あ、そうそうです、これで、こうしようか。こうして、でもこうなるよね。あれ、どうやって、前どうやってたっけ。よいしょよいしょ、こうして、されるから、ちょっと待ってよ。ここは目が閉じています。あのね、知ってますもん、それは。今頃目が閉じていますって。いやー、長かった。長かったけど、やっとクリアしました、このステージ。よし、次行ってみましょう。ちょっともう、めちゃくちゃ不安ですね、これはもう。何こいつ？こいつ何？特に何もないですね。リンゴ取って、これボブさんと、ボブさんもうそこで落ちちゃうね。どうしよっかな。ボブさん、こうして、とりあえず、こうしていただいて、こうしていただいてですね。はい、で、こういくでしょ。で、あれ、ここ落ちちゃうよね。こう切っていただかないといけないんですね。いや、でもそうするとどっちみち落ちちゃうから、リンゴが必要ですね、これは。一つは多分ここですね。もう一つリンゴが必要な感じですね、これは。リンゴ、え、何これ、ん、これ騙されちゃダメですよ、見た目にね。こう、こうやって、あ、こっちに行ってもらえるのか。こっちに行ってもらったところでですよね、これ。あ、帰ってくるのか。帰ってきて。あ、帰ってこないな。ん？この魚くんはどうやって取るのかな？こっから。来たりしないね。あ、あ、そういうこと？じゃあ、これ
これちょっと待って、こうして、あ、これ置けないのか。あ、置けね。これでひとまずこっち行くでしょ、ボブさん。こうするとどうなるんだ。お星様は輝いています。本当？もう星出てないよ。あ、いたいた。これでこういくでしょ。でどうする、でどうする、これ。あ、うん、でそうなるよね。え、これどうやって乗るの。ここ、もしかして。これなんかをこうして、こう、あれ違うよね。ん？どこかにつなげられるはずなんですよね、これね。ね、これをね。ごめんね、ボブさん、何回も落としちゃって。これはまた難しいな。ここの、これは絶対取るわけでしょ、ここの、さかなクンは。ここかけらんないし。難しくないですか、これ。大丈夫ですか。ちょっと待って、考えを落ち着いて考えてみようね。この壁ではリンゴは置けないと。うん、それはわかります。じゃあ、じゃあですよ。いや、違うね。あ、こうか。急に取れた。そっか、これでよかったんだ。でもこれ2本あったところでどうなのっていう噂もありますよね、これ。2本あったところでどんな使い方ができる？うん？ねえ、2枚あってもここ登れないよね。あそこにリンゴ、しかもなんか2つ、あ、見れるね。2つリンゴあるよね、あれ。でもあのリンゴ取れないでしょ。
ねえ。何がどうなっているのか、やばい、すっごく難しくなってきた、本当に。謎の行動を取ってしまっていますね。ここは登れない。そして、自分も向こうに行けないよね。なんか壊せんの、これ。壊すとかじゃないよね。間違えた。ボタンを押し間違えてしまいました。まあ一緒のことだけど。こっからはいけないよね。こいつはもう取ってくることしかできない。こうでしょ。こうじゃん。これもうまた騙された。これこうだよ、横なんだよ。これなかったらこの上登るようにしか見えないよね。また騙されちゃったよ。悔しい、超悔しい。なんかものすごく悔しいですね。頭の体操をしなきゃね。はい、こうでしょ。で、ボブちゃんが上がった。あー、早かった。焦っております。悔しい。はい、こうして、はい、どうもいらっしゃい。はい、シュインシュイン。はい、でこうということですね。いやー、またやられたね。またやられちゃいましたね。はい。はい、のんびり。はい、おやすみ。いやー。
難しかったね。この今日もう20分やってるけど、2つしか進めてないもんね。よし、では今日はこの辺で。はい、ですね、続きをねやっていこうと思ってたんですけれども、ポチッと押したら最終回っていうか、ステージ、最後のステージでしたということで、クリアー、パチ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 、はい、クリア、なんかさらっとクリアしちゃいました。まあさらっとでもないですけどね、ちょっと苦戦しましたけど、最後の方は。今のが最後のステージだったみたいです。でこの後エンディングが的なのがあったので、そちら見ていきましょうか。守ってますね、ボブさん。頑張ってますね、あいつ。おはようございます、ボブさん。あ、感動的ですね。いや、感動的かな。これ、ボブさん的には普通の朝なんですよね、多分ね。こっちは頑張ってきましたけども。はい。こいつね、この犬みたいなこいつ、サボブっていう名前らしいです。サボブ。サブのボブっていうことですかね、サボブ。変な名前ですね。はい。いやー、パズルゲームね、本当に僕苦手なんで、クリアできてよかったです。本当、前回のバーガーバーガーはね、ちょっと残念な結果に終わったんで。はい、ボブさん、おやすみなさいと。はい、いやー、ベッドタイム。はい、はい、クリアです。ありがとうございます。という感じでですね、やってきました、バックトゥーベッド。全5回ですかね。短かったですね、結構ね。はい。っていう感じでやってきました。次回は、また多分、なんか新しいゲームを、やってみたいと思いますので、小声でやるか、ささやき声でやるかはまだわかりませんが、お楽しみにということで、はい。これはここまでで終わりです。はい。本当に見ていただいた方、ありがとうございました。はい。まあ、いいね。いい眠りを取りましょうね。なんか最後にグダグダな感じになってまいりましたが、まあまあこんなもんでございます。はい、では今日もおやすみなさい。いや、なんか違うな、なんか違うよね。もう最後なのにね、こいつね。なんかもうちょっとちゃんと終わりたいですね。やめとこう、もうグダグダ話してもあれなので、はい、終わりにします。それでは本当にありがとうございました。おやすみなさい。